マインクラフト続けてやっていきましょう。間違ってさっきのパート終わり配信ボタン押しちゃった。もちろんそのまま行く。でだ。ほんとダメだな。お酒飲んだらてきめんダメだな。学生の頃は全然平気だったんだけどな。ついこの間まで学生だったんだけど。ああ、間違った。いや、この向きをね、変えると、向きを変えるとつながらないってマジ画期的だと思う、本当に。気のせいだといいんだけど、ドアをガタガタやる音がした気がする。うん、そうか。いや。バーって言ってるか、どっか近くにいるような気がする。一応このヘッドセットは定位はかなりいいので、多分何かあったら分かるはず。動物奇想天外みたいになってなんかアフリカからの留学生と一緒に昔、大昔の動物奇想天外っていう番組があったのご存知の方いらっしゃいますかね。僕がまだすっごいちっちゃい頃、それこそ小学校行ってなかったんじゃないかな、多分幼稚園ぐらいの時にあった番組なんですけど。動物奇想天外をそのなんかアフリカからの留学生と一緒に見たら何が奇想天外なのかわからないって言われたとかって、日常だろうっつって言われたみたいな。あ、いや、そういう話大好きなんですけどね。よし、ちゃんとしよう。本持ってって、ちょっと確定で出るまで本にエンチャントするわ。なんか物、いろんな物の場所がバラバラでやだ。ちょっといつかちゃんと統合しよう、場所。無限束縛。束縛系女子なあ。実際どうなんでしょうね、束縛系の女性って。どんなんかちょっとよくわからないんですけど。ヤンデレみたいなの束縛って言うんですかね、ああいうの。ヤンデレと恋愛したら大変なんですかね。ヤンデレと恋愛っていうのがそもそもよくわかんないが、ヤンデレって恋愛できるの？なんかでもそこ、ヤンデレみたいなのにこう、ね、愛されて寝れないみたいな、そこまで好きになってもらえたらいいんじゃないですか？っていう話をそれこそしたことあるんですよ、どこかで。したら甘いって、私たちいらねえ。水中作業って何、そんなに撮ったの？ロックボック。水中作業ってロックボックついてもない。なんなら、そんな固くなにシルクタッチを。ロックボック、え、ロックボック、え、貫通って何？耐久力3。確定でつくまでちょっともう延々と、あ、剣につければよかった、しまった。
た、頭悪い。ああ、頭悪い。てててて。本日アルコールが入っておりますので、まだだいぶアルコール入っておりますので、ちょっとご了承ください。なんかアイテム処分するとこいるな、これ。もう取れんで、それ。ちょっとサボテンの一本二個持ってこんといけんな。ここまだ入るな。ここ二ついらないんじゃない？よいしょ。わー。やらかした。すんごいナチュラルにやらかしたわ。すっごい気を使って壊した。指の運動です、指の運動。なんかまた足りない鎧つけてるやつおるぞ。ああ、しまった。他にやらんといけんことあったんだった。リアルの方で忘れた。まあいいか。今日じゃなくてもいいよね。わーい。すごーい。もうアホになってるな。なんで持ってきたんだ。持ってくる必要ねえだろ。ちょっと弓だけ回収。弓こんなにいらねえな。弓買い取ってくれる村人とかおらんのかな。スケルトンが持ってるみたい、結構使い込まれ込まれてるな。どうで。なんでこの金装備が多いんだろう、弱いのに。シャブルで投げたらシャブルがぶっ壊れてる。ゾンビも湧くんだ、普通に、スポナーから。もうちょい、もうちょい。新品じゃん、これ。ちょっと修理もしようかな。修理屋さんしようかな、修理屋さん。修理しとけば、ちょっとスペースが余るっていう。いや、もうこれ勝手な僕の予測なんですけど、多分自分はこれからこのスペースをおそらく後ろ後ろどん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 向こうへ向こうへとかあっちあっちへ伸ばしていって、ここにすごい広いスペースを作ります。これ言っときます。多分自分はそうしますよ。これ小ゾンビはいるけど、ちっちゃいステルトンって見ないな、そういえば。
前、Java 版やってたのもね、この出てきたアイテムのちょっと処理に困って、結局、チェストを増やしてたんですよね。もう一回、もう一回。いいですね。結構4体に1体くらいは持ってるんだな。どんなあれになったのか、とりあえず組み合わせますか。無駄にスペース取ってるんだろうな。まあ、正直、いらないんだけどな。一瞬、微妙に来た。3本になったぞ。ああ、剣が折れそう。折れた。いくらでもあるぞ。もう生きてるやつ厄介だな。もうちょい。お、いいね、トゲ。耐久力。お、これいいな。チェーンヘルメット。あとはいいか。一時期全身筋装備とかしてましたからね。ジャバ版の頃。いや、本当に防具とか作ってませんでしたからね。剣の良くないところは、やっぱ耐久値が低いのと、あと、防御値がそもそも高くないので、まあ結局やめたんですけどね。よし。まあ、わかるね。剣にエンチャントした方がいいな、これ。ドロップ増加とかつけたいな。なんか、ポーション？メザー、だからどっちしろメザーいかないとダメだな。お、シャベルに幸運なんかついててもしゃあねえな。シャベルに幸運なんかついてどうすんだよーって。アクちゃんは奴隷のもとだぞーって。それシャベルだな。関節攻撃耐性っていうのが謎。
酸素に変わろう。よし、終わりまーす。ラピスが足んねえな、珍しいな。上がってたらいつも夜だね。また朝帰りですかって言われちゃうよ。はヤンデレだったらやばいな、朝帰りしたら。ねえ、どこ行ってたの？って言われるよ。怖い怖い。あれ作って。鉄拳。よし。その人誰？お前誰だよ。てん。タチロクさん、虫殺し。虫いねえんだよな。行くか。あ、やめよう。本だな。ちょっともう一丁、剣にしようや。いくらでもいるだろ、剣だって。ドロップ増加とか出んかな。よいしょ。炎属性。アイテムボーナス？なんかわからん。鋭さ3って何？この2つをさ、合体させたいんだけど、そういうことってできるんかな？まあちょっと使い倒すか、とりあえず。ヤンデレな、なんとか。自分はまあ、自己評価があんまり高くないので、ね、まあ、多分ね、そこまでね、僕のことをね、好きになってくれる人多分いないんですよ まあ、で、そういうことを言ってる人とは本当に好かれないっていうね、そこまで分かってるんです。あ、燃えるんだ、これ。これは何？なんかいっぱい出たな、アイテム。アイテムいっぱい出たら困るんだけど。結構なんか、アイテム多めに出てる。強い強い。これ何これ装備。鋭さ3って何？ダメージがでかいってこと？増えてる。わかんない。わあ、すげえでも減るな。耐久力がやっぱついてるのとついてないのと大違いだな。え？その手は折らないでね。バーってバーって。ちょっと後ろに敵を貯めときます 貯めとかないと効率悪いんだ、本当に。わからん、知らん。ああ、増えてる。減るスピードは変わんないな、やっぱり。
むしろ入るスピード速いかも。なんか今出た聖なる力って何？謎なやつちょっとか調べなきゃダメだな。よくわかんねえや。変なエンチャントするのも面白いな。いろんなエンチャントがあるわ。ペアクラフト可能なものとかじゃなくて、ちょっと、なんだっけ、すべて。なんで、機関車トーマスのあの、貨車の顔がここにあんの？ああ、わかんないわかんない。ちょっと待ってね。カナドコでいいんじゃなかったかな？カナドコ、どこ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 。リスポーンアンカーって何？多分かなどこで行けるはず。修繕台でもいいけど、なんかそんなアイテムがあったはず。どれだ。二人。なんか TNT の隣にある、ある初めてのアイテムだから、なんかすごいもんかと思った。頭が回ってない感じがやばい。歪んだ看板。かなどこかな。かなどこっぽいな。ソウルたき火って何？ああ、そっか。ちょっと待って。うるさいな。めっちゃ回ってるじゃん。上がるわ。あ、そっか、ここで見りゃいいんか。よいしょ。どれだっけ、これか。作れるじゃん。作れるじゃんって作っちゃったけど、何の道具なんこれ。ギアアップグレードする。ニューマイギア。まあそれはいいとして、多分ね、鉄がめっちゃいっぱいないとダメなはずなんだよ。鉄じゃないもんね。そうだね、これがね、なんかスリープ必要だったはず。カンカンカンってやつ。3つとかでいいんだっけ？よいしょ。こんだけあれば、なんか作れるやろ。これか、かなどこ。あ、12とかでできるじゃん。逆だとどうなる？ 10。 あ、いいな。行くかこれ。あ、ちょっと待った。あ、まあいい。聖なる力とかつけれる。あ、つける。聖なる力ダメなんだ。あ、いけるいける。25だって。へい、今20だから、ちょっとすぐ溜めてくるね。
ミサイルサイズ、アウトサイズ、ミサイル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 サイズ、聖なる力って何？チカ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 チ。多くないっすか？めっちゃこっち見てるし。でこんだけ殴っても全然減らない。耐久力3最高。その点なくさ、なくす治るな、衝撃。運搬できないぞ、でも。こう、しゃべりにこうついてどうすんだよ。もう待てないよ。チェストだらけになるぞ。もう持てなーい。アイテムボーナスつけてるとすげえいっぱいアイテム落としたな。いいことなんだよ、よくないな。何？何がいらない？25レベルになったらエンチャットしまーす。エンチャットじゃね、あの聖なる力っていうのをちょっとつけてみます。なくしたら嫌なんでね。は？ 3？ あ、つかないんだ。逆にせんといけないのか。うん、聖なる力、なんか消えるな。何が消える？あ、虫殺し箱いらない。聖なる力、火属性、耐久力、でも最強じゃん。聖なる力って何なんだろう、一体。どこでその力を発揮する？早い早い。ちょっとこの辺にさせていただこうかな。もう持ってないんで、アイテムが。もう持てないよ、アイテムが。よし。めっちゃ溜まってる。ちょっとすぐ取り来る。フラグかな。大丈夫。すぐ帰ってくるから。
帰ったら話聞くよって。絶対帰ってこないやつじゃんっていう。また夜じゃん。とりあえずこの辺のいらんやつ、いらんやつ、いるから持って上がってるんだじゃ。よし、降りまーす。よいしょ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。もうちょっと、アルコールも入ってて、ちょっと、ぼーっとしだしたんで、今日ちょっとこれくらいさせてください。またね、続きやっていきますんで、ちょっと、この2パートはもうさ、いつもに増してさらに全然喋らないパートなんで、ちょっと、本当申し訳ないんですけど、ちょっとここで、もう一回切らせてください。ちょっと勘弁してください。ご視聴ありがとうございました。また次回のね、パートでお会いいたしましょう。寝るぜ。さて皆様、ごきげんよう、さよならばめ、お相手ライデンでした。じゃあねー。切れない。あれ？なんで切れてない？